六角大王は森田敏弘及び小島をわる策によって開発、販売及び配布されたパーソナルコンピュータ用 3DCG ソフトウェアである。元来よりモデラーに特化しているがレンダラーの機能も有している。元は漫画を 3D 化するソフトウェアで1992年に PC-9801 シリーズ用に発表された。後に マッキントッシュ用六角大王が好評を呼び、1998年以降は製品版六角大王スーパーが販売されるようになった。PC-9801 シリーズ用は当初、ソフトベンダータケルにおいて漫画画像学会というサークル名で製品版として発表されたが、小島が学業を終えるとともにこの販売を終了。フリーソフトとして改めて発表した。 これらは左右対称の図形のみ生成が可能で、図形は点を線で結ぶ形で生成する。いわゆるポリゴンによる 3D モデリングツールではなかったが、お絵かきをする過程をあたかも録画をしているような感覚で記録し、再生するなどの機能もあった。操作方法は極めて得意であり、画面も地味な印象を受けるデザインではあったが、直感的で比較的誰でもすぐに扱える。 インターフェースを採用していた。まず、描画モードで立体化する顔などのもと描きをし、目や鼻、唇などの頂点のそれぞれ左右対称となる箇所に、青または赤の点を打っていく。次に、こうして入力された左右対称の点を直線で結布。こうすると、天体の星を線で結び星座を描いたようなものが出来上がる。そして、表示モードに切り替え、 レンズの歪み具合などを設定すると描いた絵がマウスの動きに合わせてぐるぐると回るという仕組みである。こうした仕様のためワイヤーフレームでしか描けないがレンズの歪みを変えることで曲線として表現されることもあり、後の仕様を一新した版とはまた違った趣きのある結果が得られていた。厳密に立体空間の演算を行っているとまでは言えないが、 これは平面に描かれた絵の三次元上における左右対称の点と絵が想定している角度すなわち顔の向きや傾きの値からそれらの点が三次元上においてどの位置にあるものであるかを割り出し内部的に三次元空間を構築演算処理によって記事的 3D 描写を実現していた後にマッキントッシュや Windows 用フリーソフト版が開発され アーキテクチャーは大幅に変更されたが、お絵描き感覚で扱えるという部分は継承された。また、3D ポリゴンの採用により、この時から、モデリングツールとして使用できるようになった。ファイルの拡張子は同じであるものの、仕様の根本的違いから PC、PC-9801 シリーズ用、フリーソフト版との互換性は皆無であるが、お絵描きの再生機能を駆使して制作された。 使用方法でもの、おじさんは、以降も、六角大王の顔として残され、現在に至る。マッキントッシュおよび Windows 用フリーソフト版は、テクスチャの貼り込みやレンダリングができないと様々な限界があったものの、フリーであることとドローソフトのような操作感が支持され、広く用いられた。上位互換性を持たせつつ大幅に機能を拡張した製品版は、 六角大王スーパーの名で、小島オワルサクが社長を務める株式会社オワリサクから販売された。現製品版では DXF 形式のほか、ライトウェーブ形式など、他社製品のファイルを相互に扱うことも可能となり、操作の軽快さもあって、ゲームのリアルタイム用、ポリゴンモデルの製作にも使われることがある。企画開発者の小島と森田が旅行先で、自主、 八面大王を注文するときに六角大王と間違ってしまったためと言われている。六角大王というソフト名は唯一 PC-9801 シリーズ用フリーソフト版のみに隠しメッセージとして書き込まれていた。ありがとうございます。